ですね。はい。うん。ややこしいな、結構。ね。まあ、慣れるしかないと思いますね。はい。で、これで、疎遠の軌跡がプレイできますね。まあ、一応、友達にね、貸す前にね、あと1回ぐらいプレイしときたいというのがあったんで、はい。あとはもう全部その友達にね、託します。続きというか、まあ、その先のね、ゲームの先の話はね。記録から始める。あれ？じゃキャンセルしてもらった、間違えて。はい、3章までね、来ました。はい。さあ、途中の状態やったっけ、これね。はい。まあ一応メンバーはこんな感じですね。はい。8人。戦闘開始。ああ、そうか、増えたんですね、名前が。名前ちゃうわ。仲間が。ガトリーとシノンっていうのが増えた。まあ、敵ですよね。なるほど。これがボスか。ヒブッティってやつがボスですね。はい。はい。じゃあやってみましょうかね。ちょっと仲間少ないですね、思ったより。こっち側の。1,2,3。あ、ちょっと待って、俺4人にしてもうた？出撃するときに間違えて。ちょっと待って、終了。ああ、そうか、終了って、その終了か。ちょっと一回タイトル画面に戻りたいんですけど。敵多いですね。ちょっと待って、これやめるときどうやってやるの？中断か。はい。あ、そうか。この状態で保存されるもんね。あー、しまったな。はい。これまあ、セーブから、中断じゃなくて、記録から始めるにした方がいいですね。はい。で、これが、はい、いいです。はい。これ、だから最初に、だから、8人ね、いたメンバーを、進撃で選択しなきゃいけないんですよね。今、この4人しかね、使えないから、これ選ばなきゃいけないわけで。あれ、ちょっと待って、どうやって選ぶん、これ。この3人に選べないやん。進撃オンオフ、A ボタン。なんで選べないの？A ボタン押してるけど、進撃オンオフは A ボタンらしいんですけど。選べないやん。なんで？これ以上進撃できませんって書いてあるね。え、4人しかあかんの？ 8 人ちゃうの？あ、この画面が8人ってことか。8人ちゃうわ。8個あるってことか。あ、じゃあ、実際に出撃は4人しかできないんですね、このゲーム。あ、そういうことか。じゃあもういいや、しょうがない。え、4人でこれだけ倒さなあかんってこと？ 4 人でこんな敵大勢倒さなあかんの？無理でしょ、それは。やられるでしょ、こんな。まあ、増えるかもしれませんね、でも仲間がね。じゃあもう早速行きましょう。もう突っ込んでいきましょう。
倒しましたね。はい、もう突っ込んでいきましょう。これね、どうやらね、友達が言うには命中率の方がね、重要らしいんですよ、攻撃力よりね。命中率多い方にね、やりたいと思います。まあ、素早さがないから1回しか攻撃できなかったってことですね。まあ、これぐらいにしとくか。はい。あれ、こっちに来んの？ここは何もないのか、この家は。じゃあこいつ取って戦おうか。倒した。ガトリーね。まあね、正直なところね、この草原の奇跡とかね、暁の女神とかってね、その友達のために買ったようなもんですからね。僕はプレイするということよりも、その友達にいつかやってもらうっていうことで購入したんで、一応ね、まあ僕なりの、まあ、ささやかなね、気持ちだと思ってもらえればいいかと思います。今まで僕が購入したファイアエンブレムシリーズって全部そうですからね、その友達のためにね、購入したようなもんですからね、はい。3DS 版とかもそうですね。いつかね、やってもらうこともあるかもしれないということも、僕もね、そういう気持ちも込めてね、ビルウィックサーガとかね、ティアリングサーガとかもそうですけどね、その大阪のね、親友のために購入したと思ってもらってもいいと思います。まあ僕自身もやりたかったっていうのもあるんですけども、まあ僕はやっても下手なんで、まあその友達にやってもらった方がいいと思いますのでね。うん、はい。まあそういうことですね。じゃあやってみたいと思います。猫ちゃんが今いますね。猫ちゃんが来ましたね。はい。じゃ行きましょうか。じゃあここから入りましょう。訪問。はい。この町は随分騒がしいね。ここに来るのも初めてだが、いつもこんな感じなのかな。え？海賊が暴れているのかい？そうか。それで町の人間が、右往左往をしているということか。君は見たところ、傭兵のようだけど、もしかして、海賊退治に雇われたのかな。だったらこれあげるから、できるだけ早く海賊を町から追い払ってくれないかな。なんかこの人もなんか強そうに見えますけどね。戦えそうな気がするんですけどね。ただの村人なんでしょうかね。宿が取れなくて困っているんだよ、頼む。特効薬もらいましたね。あ、そうか、猿に動けるのか。まあいいや、とりあえず、まあ、この辺で。まあいいや、これで様子見ましょうか。
は何もしてこなかったね。じゃあ、アイクもね、攻撃させなきゃいけないですね。じゃあもうこいつを攻撃してもらいましょう。命中率めっちゃ高いな。剣は斧に強いか。倒せばいいか。体当たりやってみようか。どうなるか。ダメージ与えてないのかな。まあいいや、倒しちゃう。こいつあ、仲間来た。私を騙したのね、マーシャ。騙すってな、人聞き悪いな。なあ、兄弟。そうっすね、俺たちは正直者の海賊っすからね。ね、兄さんの居場所を知ってるからと言うから、わざわざこの船まで来たのに。知ってるさ、しばらくこの船にいて、それからどうなったかな、兄弟。あの男、もんなしだったっすからね。着ぐるみ剥いで海に放り込みましたよ。よしよしよ。ひどい。ひどいのはどっちだ？てめえの兄貴はな、爆打ちで負けたんだよ。負け分は払うのが道理ってもんじゃねえのかい。まあ、閣下するな、兄弟。こうして妹が来てくれたんだ。兄貴の借金分あんた返してくれんだろ。私、言い分一本でも触れたらただじゃ済まさないわ。ひゃひゃひゃ、いくら、ペガサス騎士だって言ってもな、小娘一人で海賊の俺らにかなうかよ。覚悟しろよ、ペガサスの姉ちゃん。けだもの。意外と結構早く終わるか、これ。いっぱいいるけど、一人一人の敵はそんな強くないもんね。いっぱい？捨てるか、そうか、輸送隊ないんですね。傷薬を手に入れたから、傷薬捨てればいいってことか。ああ、そうか、攻撃してくるわけや。だから早く助けなあかんってことやね。うわ、でも強い。もう。あ、これ、こっちでも動かせるんかな。あ、動かせないのか。そうか、まだ動かせないんですね。
あ、そうか。緑色になってるもんね。これが。緑色ってことはまだ操作できないってことですね。はい。じゃあ、こいつら早く倒して助けに行かなあかんってことや。これじゃあ、アイクが話しかければいいってことなんかな。じゃあ、先に進ませるか。はい。多分アイクが話しかければいいと思うんですよね。主人公だから。じゃあ、こいつらさっさと片付けてもらいましょう。シノンもね、動かしましょう。こっちの方が、あ、弓使いなんですね、こっちは。あ、そうか、一つ離れたところの相手を攻撃するってことやもんね。横のやつは攻撃できないんですよ。弓同士やね。はい、倒した。強いですね。あ、もうちょっとやのにな。はい、そっちに来たか。おお、めっちゃ減った。あ、こっちの攻撃してきたね。あ、よかった。あ、一個だけか。一つだけ上がったね。で分散しようか。はい、はい、あ、そうか、離れたとこから攻撃できるからね。はい、倒した。離す。はい。やだ、もう私こんなところで死ぬのかな。兄さん助けて。おい、大丈夫か。え？しっかりしろ。あ、あなたは？町の人間の依頼で海賊退治に来た傭兵だ。私を助けてくれるんですか？当たり前だ。ここは俺と仲間が引き受けるなら、その隙にあんたは逃げろ。ありがとうございます。私なんて俺言ったらいいか。いや、気にしなくていい。どうせ仕事についで、仕事のついでなんだし。でも本当に助かったから、何かお礼したいです。そう言われてもな、すぐには 何も思いつかん。いいからもう行ってくれ。じゃあまた今度お礼に伺います。お名前教えてください。お願いします。アイク、グレイル傭兵団の一員だ。アイクさん、私ヘグニオン聖天魔騎士団のマーシャです。覚えていてくださいね。ではこれで仲間にならないの？そうなんや。じゃあ後から仲間になるのかね。はい。あと、ここにいるだってだけですね。意外と早くね、進みましたね。でも、先に行ける人は行ってもらいましょう。ティアマト。
構来ますね。強っ。もうパラディンですからね。まあ強いですよね。はい、レベル上がりました。ヒットポイント減ってるからね、気をつかるやね。倒しちゃいましょう。あれ、ちょっと待って。あ、そうか、回らないと進めないのか。手を手に入れた。あ、そうか、機動力ないもんね。アーマーないというから、もう雑魚1体しかいないからね。手をの手を、なかなか強いよ。あ、ボスも来るんや。ブヒヒヒ、こいつはお笑いだ。このヒブッティ様に勝てるつもりでいいんか、いいのか。おお、強っ。ブヒ、助けてくれ。倒してもうた、ボス。向こうからの襲撃でボス倒してもらいましたね。ザコしか残ってないけど、でも、ああ、ザコ倒さずで終わっちゃったよね。海賊はすべて、相当しました。これでもう町の方々に危害を加えることはないでしょう。おお、助かったぞ。これが約束の報酬じゃ。ありがとうございます。またお困りのことがあれば、いつでもご依頼ください。もちろんじゃ。しかし、あんたらの戦いぶりは見事なもんじゃった。見てたんや。嫌な団長のグレイル殿が来てくれるもんじゃと勝手に思い込んでおったからな。あんたら若い者だけで大丈夫かと実のところ心配しておったんじゃ。それは申し訳ありませんでした。あいにく団長は別の仕事についておりまして。いやいや、どうしてこうして無事奴らを追い払ってくれた。予想以上の活躍ぶりじゃったわ。お褒めにはお預かり光栄ですわ。あんたらぐらいの腕があれば、王宮騎士に志願しても十分通用しそうなもんじゃ。特に団長のグレイル殿はそこらの将校よりもよっぽど腕が立つ。何故海賊退治のような地味な仕事をしておるんじゃろうな。それは、いや、おかげでわしらは助かっとるんじゃ。じゃがな、団長どもあんたらも真に活躍できる場所はクリミア王宮にこそあるんじゃないかと。そう思ったまでの話じゃ。団長も私たちも今の生活で満足してますから、全く欲のないことじゃ。ではまた用ができたら使いをやるでな。よろしく頼むぞ。ティアマトはどうかしたのか。いえ、何でもないわ。とにかく任務完了よ。みんなよくやってくれたわ。はい、この程度の仕事暇つぶすぶのありやしね。さっきのジジイの言い草じゃねえが、もっと俺たちにふさわしい仕事ってのがあると思うんだがね。シノン。冗談だよ、冗談。でもさ、ティアマトさん。真剣な話。俺たちの仕事ってさ、なんつうかこう、ちょっとしょぼくないですか。ガトリーまで何を言い出すの。だってさ、俺たちの本当に腕が立つし、
ただの傭兵で持ってるのってもったいない逸材じゃないかなって、篠野さんともよく話してるんですよ。そう、あなたは団長のやり方に不満があるとそう言いたいわけね。わわ、いや、その、別にそんな意味じゃ。どうしたんだ、木山と。何が。そんなものの言い方、いつものあんたらしくない。そうっすよ、愛子の言う通りっす。私はただ、人の役に立つ仕事をやってることだけで、誇りを持って欲しかっただけ。地位や名声を得られない仕事には価値がないってそう言われた気がして悪かったわ。いえ、俺たちも悪かったっす。そろそろ帰還しましょう。休息も任務の一環よ。次の戦いに疲れを残さないようにしないと。ガッテン、俺もう腹ペコっすよ。木山と、何？誇りならある。俺はこの傭兵団の、親父や木山とが守ってきたグレイル傭兵団の一員になれたことを、もう誇りに思ってる。それだけだ。アイク。はい。け、甘い奴らばっかりだぜ。これで、この章終わりってことですね。セーブ多分できますね。はい。そうですね。セーブ。はい。街道の戦いでいいのかな？ミスト、おはようお兄ちゃん。聞いたよ、大ニュース。朝から忙しいぞ、ミスト。騒がしいことどうか、ミスト。どうした？セネリオがね、今戻ってきたの。本当か？予定より随分早いな。だよね、なんでだろう。まあいい、直接聞けばわかることだ。今どこにいる？食堂じゃないかな。お父さんに用があるみたいだったし。分かった、すぐ行く。直ちに全員集めてくれ。了解しました。アイク、お前もそこさっとしないでさっさと作戦室へ行け。ああなんだよ急に。セネリオ、僕が持ち帰った情報の報告、そしてそれに対する対策を練るためです。セネリオ、久しぶりです。アイク、今戻りました。無事で何よりだ。だがどうしたんだ？もうしばらく修行するんじゃなかったのか。それが、何をしている。早く来い。とりあえず行きましょう。詳しい話は後で。みんなも知っての通り、よその傭兵団へ修行へ出てきたセネリオがさっき戻ってきた。これセネリオっていうのは、これは男なのかな。男っぽいね、なんかね。とんでもない情報付きでな。どんな情報なんだ。クリミアとデインの間で戦争が始まりました。戦争？嘘でしょ。それを今から詳しく聞くところが、セネリオ頼む。はい。この地図をご覧ください。クリミアの詳細図か。ここがクリミアの王宮メリオル。我々傭兵団の砦が出があるのが、大体この辺りになります。ことの始まりは3日前の昼下がりです。ちょうど調べ物があった僕は、クリミアの王都メリオールにある、王立学問所の書庫にいました。突然、獰猛な獣、おそらく飛竜の咆哮が響いたかと思うと、大きな振動が建物を揺らしました。ドラゴンナイトか。慌てて外に出た僕の目に飛び込んできたのは、王宮に なだれ込む騎兵部隊、それに続く重歩兵隊、さらに空には十数の竜騎兵、それらはすべて黒い鎧で身に包んでいました。デイン王国軍か。はい。兆しは、ご承知の通り、クリミアとデインの関係は、建国以来順調であることは言いかねるものでした。しかし、数百年にわたる歴史の中で、幾多の小規模な戦いはあれど、いきなり国境を越え、相手国の王朝を起草するようなことは今回が初めてです。随分乱暴な策だものね。
それだけに成功すれば効果的ではある。原国王ならではの奇策というところだな。その後は、皇帝率いるクリミア王国軍が出撃し、徹底抗戦の構えに入りました。一般人には市街地へ退避するようとの達しがありましたので、やむなく王都を離れ、その足でここに戻りました。現在戦況はどうなっているかはわからないということか。どちらにせよこの田舎にはまだ戦争の第一報すら届いておらんような状態だ。よく知らせてくれたな、セネリオ。いいえ、デインのクリミア侵攻、この傭兵団も無関係というわけにはいかないでしょうね。親父どうするんだ。そうだな、ティアマトはどう見る。クリミアは我が団にとって故郷とも言える場所です。またクリミアの王家や貴族はこれまでもこれからも我が団にとって大切な仕事の雇い主となりうる方々です。義を見て利を見てもここはクリミアを助けるのが良いかと思われます。セネリオはどうだ。我々が傭兵団であり、特に依頼を受けたわけではない以上手を出さないのが適当かと。座してクリミアの滅亡を見ると、はい、兵数も士気も確かにデインが上、クリミアの勝ち目は薄いでしょう。でもクリミア国王は賢明をもって世に知らせるラモン王、武勇ならぶものなしと言われる王帝レニング号もおられるわ。そう簡単にデインの思い通りにはなるかしら。武勇や正気という意味ではデイン王アシュナードもレニング号に引けは取りません。となればあとは兵の量、質が勝負を決めるでしょう。結果は明白だと思われますが、クリミアには地の利があるわ。デインの巡先を巧みにかわして持久戦に持ち込めば、士気も練度も低いクリミア軍がそこまで持つとは思えません。二人ともそれまでだ。言いたいことは分かった。まずは現状を正確につかむことだ。王とメリオルを一度偵察した方がいいだろう。アイク、ここはお前に任せる。偵察部隊として何人か連れていけ。俺が補佐としてティアマトと。冗談じゃないで団長、アイクみたいな崖に何を期待して。よし、心配ならお前もついていくがいい。ゲ、あとはガトリー、キルロイ、セネリオでいいだろう。親父待ってくれ。どうして俺が。団長命令でさっさと準備を始めろ。時間の猶予はないぞ。親父、ティアマト、俺は少し出かけてくる。アイクの補佐を、任せた。了解しました。お兄ちゃん、ちょっと待って。なんだ。はい、これ持ってって。リガルソードを手に入れた。この剣はどうしたんだ。お父さんがね、お兄ちゃんに渡してこいって。いい剣だな。まさか お下がりじゃない剣って初めてじゃない。よかったね。ああ、じゃあ気をつけてね。お土産待ってるから。別に遊びに行くわけじゃな、全く。王都への道、あ、ここがまあ次のマップになるってことかな。うん。キルロイ、どうしたんだ、アイク。さっきから黙り込んで。親父の真意がわからない。どうして新米の俺にこの場を仕切らせようとする。アイクはグレイル団長の後を引き継ぐ人だからね。人を動かすほど惑わせたいんじゃないかな。俺にそんな器があるのか。いや、たとえあったとしても遠い先の話じゃないか。今の俺は経験も力もないただのガキだ。そうかな。僕の目から見ればどうしても有望に見えるけど、
グレイブ団長はすごい人だけど、バイクならきっと追いつける。追いついてそれから追い越すことだってできるんじゃないかな。無茶を言うなよ。僕の勝手な想像だから気にしなくていいよ。ただ力がないと思うのなら、少しでも早く一人前になるよう努力をするっていうのはどうだろう。その方がアイクらしいよ。そうだな。シネリオ、そっちの状況は。ここと同じように兵士の死体が散乱しています。ボートからここまで結構な数ですね。クリミア兵のもの、鎧で見る限りデイン兵の方がずっと多いみたいです。クリミアが優勢なのか、その反対でしょう。クリミア兵の鎧は金鋭のものでした。ここをラモンか。王家の誰かが移動中にデインの攻撃を受けたと考えるのが自然です。まさか王帝レニング号、いえ正規軍が戦っている以上、指揮を取るレニング号がそこにいないと思えません。おそらくそれ以外の、おいおい、デイン兵がこっちに近づいてくるぞ。まあこれで戦闘になるんですね。何者だ貴様ら、マイジン。こんなところで何をしている。私たちは怪しい者では。武器を処理する一団か、全員武装解除し我らに降伏すればよし。さもなくば、うん、勘違いするんじゃねえよ。俺たちは別にことなくして従う気がなさそうだな。全機体攻撃態勢に入り、この一団を駆追するかな。なんて乱暴な。戦闘に巻き込まれると後々面倒なのですが。だが向こうは話を聞いてくれる気はなさそうだ。応戦するぞ。うわ、結構いるね。さて、アイク、お手並み拝見といこうか。さっさと指示を出せよ。てめえの言う通り動いてやるから。わかってる。今考えてるからちょっと待ってくれ、シノン。け。ここは、街道のど真ん中で身を隠す場所がほとんどない。体力のないセネリオ・キルロイを敵からかわいながら戦うか。いいですね。有効な策だと思います。そうか。じゃあ、それで行こう。はい。まあ、こんな感じですね。はい。じゃあ、とりあえずね、このゲームはこれで、終わりにしたいと思います。はい、一旦切ります。これは、イゼクト押せばね、ディスクカバーが開いています。はい、イゼクト押せばディスクがね、取れますんで。はい、じゃあ今度ね、暁の女神をね、ちょっとやってみたいと思いますね。はい、どんな感じで起動するのか、ちょっとね、見た方がいいと思うんで。ディスクをセット。あれ？ちょっと待って。あ、これ一回パワーを押さなあかんのかな？本体のね。それだと、あれですね。やめれないんですね。で、もう一回パワーを押して電源入れると。はい、ディスクを変えるときはそうするしかないってことですね。あれ？ちょっと待って。あ、そうか、やるか。あ、こっちか。これね、本体を入れて、本体電源入れたときはね、こっちのコントローラーの、ここを押さないといけないんですよね。そうじゃないと、このメニューにならないんですよ。さっきのね、ボタン、さっきの画面のときに、ここを押すんですよ。このコントローラーのね。そうするとこうなるんで、それで初めて、ここに挿してやる、このコントローラーが動かせるようになるんですね。はい。で、これをメニューを動かすときは、ここを使う、ジョグをね、使って動かすと。で、今これ、一回ちょっと出さなきゃいかんかな。あ、いいんか、いいか、いいね。あ、そうか、これ逆に入れてもたかもしれんな、俺また。あ、逆に入れちゃってたね。はい。これね、こう向きに入れるんですよ。向きに本体上向きっていうかね、はい、
さっきも言いましたけどね。で、もうそれは読み込みますから。はい、来ましたね。はい、これで今度は暁の女神をちょっとやってみたいと思います。はい、横打ってプレイしますと。はい、はい、ファイアーエムブレム暁の女神、さっきのね、荘園の奇跡の続編になりますけどね。はい、2007年なんですね。あ、そうか、ちょっと待って、 SD カード入れてあるけどね。あれ、これセーブデータ SD カードじゃなかったっけ、これ。ちょっと待って、あ、そうか。ゲームファイルあれ、ないのは当然ですね。今、初めてやるわけですからね。はい。はい。そこ、セーブできませんが。え？なんでセーブできないの？これ確かね、Wii でゲームやるときって、セーブはね、SD カードでね、セーブデータ入れると思うんですけど、SD カード入れてあるんですけどね。なんでかな？もしかして SD カードの容量がないからかな？その可能性もありそうですね。まあいいや、とりあえずね、ちょっと今日はね、ちょっとどんな感じか見るだけなんでね、セーブしないでやってみたいと思います。あれ、始めることもできないってことか。そうか、これ SD カードはもしかしたら容量が足りないのかもしれないですね。いっぱいになってて。だから別の、ね、SD カードでちょっと、あれ、それしかないな。なんか余ってる SD カードないかな。適当な SD カードじゃあ入れますね。とりあえずね、SD カードがないと続きセーブできないらしいんで。はい、これちょっと SD カードに今変えてみましたけど、なんで、ちょっと待って、 SD カードちゃうんかい、これ始められないんですけど。なんで？いやね、これね、説明書ついてなかったんですよね、暁の女神に関してはね。なぜかゲームが始められませんね。ちょっと原因がわからないですね。ゲームできないですね、なぜか。多分セーブデータの問題だと思いますけど。
あ、できた、できた。あ、そうか。ごめんなさい。なんでできなかったっていうか、僕、キャンセルボタン押してたからですよ。B ボタン。A ボタンで決定なんで、B ボタンキャンセルなんでね。僕ずっと B ボタン押してたからダメだったんですね。はい。あ、じゃあ、いいやん、これ。この SD カードじゃなくてもいいやん。いや、もう機械音痴ならではのミスですね。はい。B ボタン押したらキャンセルになるんですよ。はい。で、今ね、専用の SD カードに変えたんで。はい。で、これで始めるしますね。あ、またや。またキャンセル押すまで間違いではない。B ボタン押したらキャンセルタイトル画面戻ってまうんですよ。はい。うわ、選べるんですね、これ。まあ僕はこれでいいですよ。はい。助走。第1部、暁の、巫女か。助走、灰色の空の下で。すごいね、アニメーションがね。出たか。おお、アニメーション。この辺りにいるはずだ。探せ。声が出るやん。なんだ、誰もいないじゃないか。火で物音がしたと思ったの。ダメ、言った。誰かいるのか。赤月の団の奴らか。いや、寝ぼけた野鳥のようだ。主人公なんですね。上出来だ。結構人気キャラらしいですね。ユンヌ。確かに可愛いですね。ミカヤね。